いやー、ゆうまづめやっぱ来たね。ナットジグの巻き。さあ、ミドルゲームは何が強いか分かんない何、何だろう。あ、見えてきたよ。なんだろうね、シーバスかもしんないけど、こっちかもしんないね。タイだったらいいな。タイっぽい。おー、タイじゃんタイじゃん。ちょっと待ってね。はいよ、ゆっくりで。おい、来た来た、ナイスタイ。はい、向けます。はい、うわー、すごいさすがすぎますね。ね、いやいいのか、素晴らしいはい、ね、ナットジグの16かな。ちょっと針はね、あのちょっとチラシ針風に変えてますけどね、狙い通り、ゆうまづめ、さすが日中はね、こうナットジグとか巻物系で、こうボトム着底から10巻きぐらい、ショアラバみたいな感じで狙ってもらえると、今タイが釣れますよ。どんな、まあ、今キャストしてる状態で、まあ、ボトム着底からこれぐらいでね、巻いてください。要はあのタイラバを使うような感じで、15回とか20回巻いて、でまた落とすと。でナットジグってこんな形状してます。頭が平たいというか広いというか、でこのおかげでこう巻けばですね、こういうふうにこう、こういうこういう動きをするんですね、うん、こういうくね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 。まずはタタ巻きでこういうふうにあのウォブるんですね。ボディがウォブリングするのに、ブレードがボディの動きとこう反対になるから、こういう動きをする。全体的にはあの泳いでるところを上から見ると、ジョイントミノがくねくね泳いでるようなアクションになります。まずそれを見ていただきますね。しっかり泳いでる。タイがね、こういう動き大好きなんですよ。おお、すごく大好き。まあタイが釣りやすいと。まあキャストして、まあ日中はね、なるべく遠くに投げてください。フルキャストできれば。で糸を親指でね、軽く触りながら、そこまでね、ナットジグを沈めると。で今 16g 使ってます。で流れはね、ほとんどない。0.3 ノットとか4ノット、ゆったり流れてるんですけど、でここ深いんで、まあ、カウント50ぐらいかかっちゃいます。うわ、深いね。深い。本当はもっとね、あの重たいもの使っていただいていいです。むしろナットジグのヘビーゾーン35とか45とか使って、竿もね、まあ、これまあメバル用のちょっと強いぐらいの竿なんですけど、うん、で糸もね 0.5 号って細めなんですが、まあ、日中ナットジグでその巻きの釣りでね、タイとかまあ畑とか狙うときは、まあ糸ももっと太くして1号とか以上太くして、竿ももっと強いものを使って、重たいものを使ってもっとこう早めに巻いてやると、より効率よく広範囲を 手早くサーチできて、より釣りやすいです。ミドルゲームってあの魚種ジャンルの名前じゃないものね。そうですね、ね、タックルジャンルの名前なので、そうそうそう、ライトゲームと同じくミドルタックルでいかに楽しく遊ぶかっていう。そうです、ね、だから竿はまあ一応そのメバルタックルの延長の竿を今使ってるんですけど、それでも結構強めのメバルタックル、メバル竿だし、リールは3000番使ってます。 C3000 番。ハンドルもしっかりした。ハンドルもね、あの3000番クラスからちょっと T 型になってね、しっかり巻きもできるし、であとはラインはやっぱり05以上、05、06が最低ラインです、うん、太さはね。でこれぐらい、なんだろう、タックルの 強さをね、ライトゲームよりちょっと上げるだけで、ライトゲームでは例えば取れなかった魚だったりとか、もう時間がかかってもう疲れるとかで、ね、こうみんなの釣り場荒らしちゃったりとか、そういうのはもうガクンと減ります。取れるし、あのストレスない釣りができる。これがね、またミドルゲームの楽しさですね。であとは重たいもの使うから底取り楽なんですよ。だからこうライトゲームって、あ、底ついたかな、今どこに
ね、どのレンジに入ったのかって分かりづらいじゃないですか。それがねとても分かりやすい。だからやりやすいんですよね。まあ楽しいですよ。それが一番。